アレクサンダー・クロフォード・プレスリーは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、ワシタ軍モンドー出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のボールチモア・オリオールズ参加所属。相性はプレス。2006年の MLB ドラフト8巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、6月18日に契約。契約後、参加の A-9、ウィリアムズ・ポート・クロスカッターズで、 プロデビュー。61試合に出場して打率、260.3本類二23打点、3盗塁の成績を残した。2007年は、A 級、ヒッコリクローダッツでプレーし、121試合に出場して打率、293.11本類六63打点、18盗塁の成績を残した。2008年は、 A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし82試合に出場して打率258.6本類が35打点13盗塁の成績を残した2009年も A 級リンチバーグでプレーし115試合に出場して打率257.4本類が37打点9盗塁の成績を残した2010年は a q ゥーナカーブで開幕を迎え、6月にトリプル AQ インディアナポリスインディアンスへ昇格。トリプル AQ インディアナポリスでは69試合に出場して打率。294.6本塁が38打点、8盗塁の成績を残した。9月6日にメジャー初昇格を果たし、9月8日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。途中出場し、 に出す1アンダだったこの年は19試合に出場した。2011年3月3日にパイレーツと1年契約に合意したが、3月14日にトリプル A 級インディアナポリスへ降格。6月27日にメジャー昇格したが、7月22日のセントルイスカージナルス戦で左手親指を負傷し、7月25日に故障者リスト入りした。 8月25日に復帰。この年は52試合に出場して打率。298.4本塁が20打点9盗塁の成績を残した。2012年3月3日にパイレーツと1年契約に合意。開幕ロースター入りしたが5月16日にトリプル A 級インディアナポリスへ降格した。6月5日に再昇格したが7月3日のヒューストンアストロズ戦で ダイビングキャッチの際に頭を強く打ち、脳震盪のため5回途中で交代。7月5日に7日間の故障者リスト入りし、7月16日に復帰。8月8日にトリプル A 級インディアナポリスへ降格し、8月31日に再昇格。9月15日には足指を負傷し、4試合を欠場したが、9月19日に復帰した。 この年は104試合に出場して打率、279.10本類が25打点9盗塁の成績を残した。2013年3月1日にパイレーツと1年契約に合意。3月27日に AAA 級インディアナポリスへ降格し、4月15日にメジャー昇格。その後はメジャーと AAA 級インディアナポリスを行き来し、 メジャーでは29試合に出場して打率。264.2本類が4打点の成績を残した。8月13日に再び AA、A、級インディアナポリスへ降格した。2013年8月31日にジャスティン・モルノートのトレードでミネソタツインズへ移籍。28試合に出場して打率。283.1本類が11打点。 一盗塁の成績を残した。2014年2月28日にツインズと一年契約に合意した。2014年3月27日にウェーバー工事を経てアストロズへ移籍した。この年は89試合に出場して打率。244.6本塁が19打点5盗塁の成績を残した。2015年4月1日にリーフとなり8日に 参加のトリプル A 級フレーズのグリーズリーズに移動した。7月2日にメジャー契約を結んだが、18日に再びデーフとなった。7月24日に40人枠を外れる形でトリプル A 級フレーズのへ配属された。10月5日に FA となった。2015年12月14日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2016年の開幕は、 参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで迎えたが4月21日にメジャー契約を結んで25人枠入りした6月28日にディーフとなり7月1日に自由契約となった2016年7月8日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ8月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした 8月27日にリーフ、29日に40人枠を外れる形で、参加の AA、A、級トレド・マッド・ヘンズへ配属されたが、10月3日に FA となった。2017年1月10日、タイガースとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、AAA 級トレドで迎え、5月28日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは71試合に出場して打率、314.3本塁が20打点5盗塁の成績を残した。オフの11月2日に40人枠を外れる形でトリプル A 級トレードへ配属された後、6日に FA となった。二千十八年二月十九日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。